デジカラオ神社に来ています。こちらは鏡原ですねの神社なんですけれども、織田信長公もゆかりがあるという神社です。いろいろ戦があったので、いろいろ戦火に巻き込まれることがあるんですけれども、そこに書いてあるかな、ここは焼き打ちしなかったというところですね。焼かれそうに織田信長ゆかりの神社でもあるんですけれども、私の記憶が間違ってなければですけど、いくつかね、戦があった時にこう岐阜のところとも今斎藤道三ですね、のお子さんの、斎藤道三とは同盟だったんですけど、その後、ちょっと同盟関係が崩れまして、戦争になってるんですけども、その時にここだったんですけど、燃やそうとしてすごい大変なことになってで、これはあかんということでお参りしたと。数軒熱くここを加護を出しているというような神社ですね。ここは子供のお薬師さんですね。で、確か石を撫でるんだったかな、と思います。石を撫でて、あとこの竜の、参拝殿ですね。確かね、私の記憶は間違いなければこの後ろ側も行けると思うので行ってみたいと思います。お参りさんが行って結構な拝殿ですね。締め縄が結構ちょっと特徴的で金を巻いてるんですね。私も一回ね、祈祷を受けたことがあるので、この中に入ったことがあるんですけどね。はい、では境内の遺跡巡りに行きたいと思います。今祈祷というか七五三の時期なので、七五三ですね。ここね、ちょっと行くとね、秋葉神社からですね。で、本殿のこの竜が結構すごく素晴らしいですけど、秋葉神社です。勅使河王神社の、竜です。上に狛犬さんですかね。で、こちらね、鬼なのか。天様かな、そのような感じがする方がいて、いろいろ彫刻すごいですね。今ラテでは祈祷されてるので邪魔にならないしてますけど、この裏の彫刻すごいんだ。